バレエ好き？別に、なんとなくやってる。じゃあさ、お前の学校強い？最近は強いと思うよ。次は、悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。じゃあ期待しとく。翔陽はいつも新しいね。翔陽と練習じゃない試合やってみたいかもって。負けたら即ゲームオーバーの試合やろう。もう一回がない試合。劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦。